女には、谷川俊太郎の詩集、及び谷川の詩に作曲した鈴木照明の女性合唱組曲。1991年マガジンハウスより観光の谷川の詩集。イラストは佐野陽子。谷川の詩と佐野のエッチング画とが織りなす愛の物語である。第1回、丸山豊記念現代詩賞受賞。マガジンハウス版は、 絶版となっているが、集英社が2012年に復刻版を刊行した。1996年から1999年にかけて、福島県立朝霞女子高等学校女性合唱団の移植により作曲され、同校のコンクール自由曲として1から2曲ずつ書き下ろされた。全曲の初演は、第1週は1997年7月27日の同校。 第27回定期演奏会で、菅野正美の式、東実みのりのピアノ、第2週は1999年7月24日の同行、第29回定期演奏会で、星栄一の式、東実みのりのピアノで行われた。菅野は異色にあたり、最も美しく、純粋で輝きに満ちた声、繊細で感受性に富んだ、高校生世代のための合唱曲が誕生してほしい。 という願いを鈴木に伝え、何の制約も持たず、描きたい原風景を心置きなくお書きください。百セーブまでの曲でしたら、代用できますと、制作の一切を鈴木に委ねた。鈴木は、組曲の構成上、谷川の詩を大きく二つに分け、第一集は、この世に生まれ出る以前から二人の人間が、現実的に出会う前のそれぞれの幻影の中での、触れ合い。 引き合う魂の予感が描かれている。第二週は現実の出会いから始まり、死を超えて共に生きる永遠の絆で完結する。しかしそれは終わることのない魂の輪廻であり、ドラマはついに満ちたところから再び逆行し、始まりは終わりとなり終わりは始まりになる。戦慄は閉じられないこのように循環するとされ、終局、始考生の最終テーマは第一曲。 未章誕生のテーマに回帰する。第一週、第二週とも、全7学章からなる。コンクール上昇校のために書かれた経緯もあり、河合出版の楽譜紹介では、難易度は上級とされている。以下、コンクール自由局は、浅香女子校が初めて演奏したコンクールを指す。第一週未章誕生拳なから夜二人引く、隠れん舐める地腕子玉、ま、日々、 第2週アウテカミから川共に、ここ雑踏から、ヘビミライハカユメ構成第1週、第2週とも、河合出版から出版されているが、2018年現在、受注生産となっている。ありがとうございます。